シャス様、筑波大附属高校への、受験合格おめでとうございます。晴れてですね、私の後輩になったということで、筑波大附属高校がですね、どんな学校かということについて、皆様にお知らせしよう、お話ししようかなと思っております。筑波大附属高校というとですね、まあメディアの報道ではですね、よく、偏差値が共学でナンバーワン、僕もちょっと知らなかったんですが、今、共学の学校の、高校では偏差値ナンバーワンということらしいですね。で、一つ目ですね、よくヤフコメとか見てると、久志様、別にね、僕は久志様の学力わからないんですけど、勉強についていけんのかとかいろいろ言ってる人がいるんですが、実は、うちの高校、そんなに勉強しません。で、勉強しないというか、まずですね、先生たちはですね、非常に優秀な先生が多くて、ほとんどの先生が、みんな教科書の執筆に携わっているという先生たちが、授業をしています。ただ、不思議なことにですね、その教科書の作成に携わっている先生が授業をしているんですが、ほとんどの先生が教科書を使いません。で、教科書を使わずに、ほとんどですね、大学の授業みたいなもんですね、自分たちの、思ってる学説とかですね、を、延々と授業していくという、非常に変わった授業をしてる学校です。ということもあって、実は、もう教科書にも沿ってないし、下手すると教科書を作ってる先生がやってる授業なのに、教科書の内容すら1年間経っても終わらないという学校です。なので、授業ついていけるついていけないというよりも、非常に特殊な授業をしていて、どちらかというとですね、大学受験には役に立たないけれども、大学の授業に近くてですね、非常に、テストなんかよりもそういう論文とか、そういうものが、課題として出される、というイメージだというふうに思っていただければなというふうに思います。はい、で、悠仁様がですね、うちの、筑波大附属に入って、ちゃんとですね、まあ、警備とか大丈夫なのかとかいう話があるんですが、それはですね、ちょっと正直ですね、校舎もボロボロだし、いろいろ心配はあるんですが、ただ、場所的立地はですね、実は、筑波大附属、高校というのは、お茶の水の大学の目の前で、お茶大附属も本当目と鼻の先ですね。僕よくランチでですね、お茶大の学食に、食べに行ってたぐらい、本当歩いて1、2分とか2、3分の、距離なので、まあ、通学路もほとんど変わらないですし、そういう通学とかの警備なんかは非常に楽なのかなというふうに思っています。で、あとですね、実は、うちの、高校、特殊な一つ大きなイベント、年に1回のイベントで、ほとんど全ての部活が、学習院との定期戦を行ってます。よく我々は院戦って呼んでるんですが、向こうの、学習院側から言うと付属戦と呼んでるのかな、多分。で、学習院と、筑波大附属の定期戦があるので、非常に学習院の、皇族が、昔は来たことがあるということで、まあ、その皇族が全く、対応できてないかというと、そんなこともないのかなという感じがします。とか昔ね、結構学習院の、その皇族の、同級生とかに聞くと結構面白い話がいっぱいあって、例えばね、その修学旅行とかに、学習院が行くと、その、まあ、当然 SP がついてくるんだけど SP としてトランプとかね、そういう話も聞いたりもするんで、筑波大附属も別にその学習院との院選において多少そういう皇族の扱いも経験したことあるし、今お話したようにお茶の台も目の前なので、実はですね、警備的にも非常にいろんな意味で、うちの学校が良くて、多分秋篠宮家が選んだのではないのかなというふうに思っております。次ですね、定期戦、今お話した、学習院との定期戦、それはね、ほとんどの部活、すべての部活がやるんですが、多分学習院との定期戦の院選っていうのは馬術部とかですね、結構ボート部とかマニアックな部活があって、そういう、まあ、日本でも本当数少ない部活がある、ものも含めて全ての部活が、定期戦をやるというのが院選なんですが、もう一つ、定期戦で大きなイベントとして開成レースというのがあります。まあね、言わずと知れた開成との定期戦で、これはですね、ボート部だけです。で、戸田にあるなんかそのレース場みたいなところで、ボートレース、ボートの定期戦が毎年も行われていると。で、実はね、この、改正レースと言われているものは、年に1回なんですが、大体、高校1年生の、両方のですね、まあ、ちょっと改正側も多分高校1年生だと思うんですが、もう、
高1がもう必ず強制で応援に行かなきゃいけないという感じでした。で、結構校風が違ってですね、向こうは、きちんとですね、もう列を組んで並んで応援してるんですが、うちは本当自由を売りにしてる学校なので、筑波大附属の生徒はもうそこら辺でですね、適当に座ってレースも見ないで終わったら帰るかみたいな感じで、まあ応援してるというか、ただ単純に強制で行けって言われてるから行ってきたというぐらいだけど、感じの応援です。だからもうそういう意味で言うと、もうその本当応援のしてる、シーンを見るだけでも、開成と筑波大附属の、興奮の違いがわかるのかなという感じがしています。で、次は授業の特徴ですね。で、まあちょっとこれね、私がいた、それこそもう20、もうそれこそ30年近く前かな、25、6年前になるんですが、それとね、今の久志様が入る、ところ、学校は先生もだいぶ変わってるんで、同じかどうかわからないんですが、私がいた頃なんかは結構やはり授業なんかも変わっていて、例えばですね、数学なんかだと、1問、ちょっとみんながわからないような問題を出してみんなで議論するというような非常にもうなんか日本ではこんな教育してるところはほとんどないんじゃないかなというぐらい変わった授業です。なのでね、まああんまりそういう意味で言うと受験には役立たないんですが、非常にそういう意味で言うと社会に出てから役立つような授業が多かったと。で、国語の授業なんかも、毎週のようにですね、論文を、みんなで、書いて、そういう文集って言ったかな、確か文集なんかをみんなで、そう書いて作るっていう授業があったりですとか、で、まあ高校の社会なんかもね、それこそ石油がですね、枯渇しないって話をですね、まあ枯渇するって言われてるんだけど、その先生の、もう自分の、ポリシーとして石油なんとか技術が発展するんだから枯渇しないって話をですね、ずっと1年間やったりですね、本当にもう大学の授業みたいな感じで、全くですね、受験には役立たないんだけども、ただですね、まあそういう意味で言うと自分で考える力が身につくという意味では、社会に出て、役立つ授業をしていたのかなという感じがします。だからですね、実はですね、うちの、高校昔からよく言われていたのは、それこそね、入る時の偏差値はそれこそ共学ナンバーワンと言われてる、まあね、偏差値で変わるんですが、共学ナンバーワンと言われてる偏差値78とかあるんですが、実は大学合格実績は、その入学時の偏差値の割にあんまり良くないと。例えばまあね、東大なんかも年間、それこそ250人ぐらい卒業生が30人ぐらいしか入れないということで、よくね、我々の時代は天才を集めてバカにしてるって言われてたんですがまあそれぐらい、大学の合格実績はあんまり良くないんですが、ただ一方で社会に出てから、学歴以上にみんな自分でビジネスをやったりして成功してる人は非常に多いのかなという感じがします。で、そういう意味で言うと、まあ、大学合格実績だけを見るとですね、うちの学校ってあんまりそもそもね、天才集めてばかりしてるって言われてるような学校でしたが、今、私も44ですが、このぐらいの年になってくるとやはり社会で評価されてる人が多いので非常にいい学校だったのかなという感じがします。